増沢駅は岩手県東の市宮森町下増沢にある東日本旅客鉄道釜石線の駅である。花巻と釜石を鉄道を連絡することを目指して建設された岩手京弁鉄道により1915年7月30日に柏木平、増沢間延伸演と共に開業した。当初は 762mm 特殊狂気の京弁鉄道であった。ただし、当駅は 東証う道駅として開業しており、当初のマスザー駅は東駅と隣の荒谷全駅の間に所在していた。1924年12月16日に、初代マスザーが中マスザワへ改称し、同時に、う道がマスザワに改称した。中マスザワはその後、一旦1928年6月1日に廃止され、1930年7月16日に、貨物駅として、 再開業し、最終的に国有化と同時に廃止となった。1936年8月1日に国有化されて国鉄の駅となり、その後は国鉄標準の 1067mm 機関への改め機工事が進められた。しかし、第二次世界大戦の選挙区悪化に伴い、労働力や資材が不足して、 改めき工事は一旦中止となった。1948年9月にアイオン台風によって山田線が大きな被害を受けると三陸海岸方面への鉄道連絡を早期に回復させるために釜石線の工事が再開されることになり12月に再着工して1949年12月10日に東野までの 1067mm への改めき工事が完成した。 島式ホーム一面二線の列車交換可能な地上駅である。駅舎はなく、ホームへは直接構内踏切を渡る。北上駅管理の無人見駅。案内状の乗り場番号は割り当てられていない。ありがとうございます。